12月24日。今日がお誕生日の皆さん。おめでとうございます。今日はクリスマスイブですから、この日に生まれた皆さんは、クリスマスが嫌いだと思っている、そんな風に聞いたこともあります。確かに、誕生日とクリスマス一緒くたにされて、寂しい思いをしたこともあったんじゃないかなーなんて思ったりもします。ですから、今日は、あなたの誕生日、あなたの生まれた日を特別におめでとうと、そんな風に言いたいです。でもクリスマスが嫌いなわけでは私はないですよ。クリスマスはたくさんの笑顔が見られますから、そういった意味では、一年の中でもとても好きな行事かもしれません。皆さんは、どんなクリスマスイブを過ごされましたか？素敵な日を過ごされていたらいいなぁ。私はお昼からは子供たちと一緒にパーティーをして、チキンやローストビーフやいろいろなものを普段よりもたくさん食べたので、今お腹がいっぱいです。夜は通常の教会の礼拝に行って、なんだかバタバタとしてこんな時間になってしまいました。ゆったりとした時間が、なんだか愛おしく感じますね。今日は祝日の月曜日でしたが、明日からはもう学校やお仕事始まるんでしょうか。皆さんが明日からもたくさん頑張れますように応援しておりますね。